点を追加します。点差はますます開いていきます。打順は5番八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。タイガースホームランで得点を挙げています。ファウルです。大きく外れました。インコース落としました。打ち上げた。この打球はフライになっています。落下点に入ります。6球目打っていきましたが、ツーアウトとなっています。バッターボックスは6番松永、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。これはファースト中田掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガース打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあそうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よく晴れた天気になりました。甲子園球場からお伝えしてまいります。セパ交流戦、阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて、非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね、もう本当に、野球やってて楽しんでるという感じですよね。本当にそうですよね。小宮山さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーを組めるかどうかというのは非常に大事ですよね。まあ、そうですね、ベストオーダーが組めるということはイコールも強いということだと思うので、まあ、怪我人が、ね、出ないシーズンはないですから。確かにその通りですね。真由美打席に入ります。さあ赤星さん、今シーズン初登板となっていますが、やはり緊張はしているんでしょうね。間違いなく緊張してると思うので、その中でどんな立ち上がりを見せるのかに注目したいですね。緊張の立ち上がりになります。初球打ち、ヒットになった。これで10試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは亀山、ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは吉川、そしてキャッチャーは清水。このバッテリーを走ってきた。キャッチャー送球して
タッチアウト、盗塁失敗。ここは簡単に次の塁に進ませてくれませんでした。低めボール。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インサイド落ちました。これはどうか。センターに抜ける。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは注目のルーキー八木。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。赤星さん、今の盗塁どうだったんでしょう。まあこれはしょうがないでしょうね。そうですか。これが3球目。バットは動きません。よく見ています。ボールになります。際どいですね。よく選びましたよね。はい。ストレートわずかに外れてボール。3ボール2ストライク。真ん中打ちました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。さあバッターは石峰。この打席でホームランを放てば今シーズン40本。さあまず1球目打った。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ。追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席にはオマリー入ります。頼りになるバッターにいきなりチャンスで回ってきましたね。さあ一打先制のチャンス。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど。そうですね。見送ってまずはストライクです。打った。高く上がった。センター下がる。抜ければ先制ですがスタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット。1対0タイガース試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。ここで先制点が入りました。この調子でどんどん行きたいですね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね。どう攻めていくのかバッティングに注目ですよね。初球打ち。これはどうだ。破りました。センター前。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。バッターは日戸。タイガースこの回追加点。点差は広がり攻撃はなおも続いています。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね。まあここから見ていても勢いが感じられますよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目見送っています。ボール引っ張った。サード取った。送球する。アウト。ワンアウトです。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。序盤で点差を広げてあげられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには和田入っています。まずは見送ります。ワンボール打ちました。ショート取った。一塁へ。これはショートのエラーです。ワンアウトランナー二塁一塁。記録はエラーということになりました。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。インコース落ちました。いい当たり。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。
セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。3対0。タイガースなおも三塁二塁のチャンスです。ご覧いただきましょう。ピッチャーにタイムリーが出て点差を広げます。まあそうですね、取れる時に取りたいですよね。この序盤戦徐々にリードを開いていきます。さあそしてバッターボックスには真由美入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を引っ張った。これはどうだ、三遊間抜ける、バックホームする、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。4対0。タイガースなおも三塁一塁のチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。この前半戦で試合を決めにかかっています。ここで突き放しておきたいですよね。ええ、まあそして勝負強いバッターに回りましたから非常に期待がかかりますね。ええ、このチャンスに期待がかかる亀山、打席に入っています。引っ張った、高いバウンド、中田一塁そのまま入ってアウト。タイガース1点追加します。アウトの間に得点。5対0。タイガースなおもチャンスです。バッターボックス八木、リードはしてますがまだ序盤ですからもっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から初球打ち、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。6対0になりました。タイガースリードを6点に広げています。4番バッター石峰、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、突き刺さった、ツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース8対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、もう少し慎重に投げて。ここは当然という交代でしょうか。ファイターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の秋吉。さあバッターはオマリー。最初は変化球持ってきました。ストライクです。際どかったですよね。はい、低めわずかに外れてボール。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく。どうか、ライト見送った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。9対0。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターボックスアリアス、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。ファウルになります。打ちました。これは大きい、伸びていく。ここは打ち上げています。4球目打っていきましたが最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース先手を取りました。赤星さん、ここまでの戦いどのようにご覧になってますか。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になってますよね。そうですね、この流れ、その打ち上げました。ここはフライになっています。変化球に泳がされてワンアウトとなっています。バッターボックス和田、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。まずはワンアウトを取っています。さて今日のファイターズの先発は序盤大量失点で交代した吉川、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。次はピッチャーの打順ですが先発のプロクター、打席に入ります。前の打席はヒットを打ってますよね。ここも狙ってるでしょうね。そうですね、打ちました。ヒットになりました。
打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。引っ張った近藤、一塁へアウト。スーパープレーが飛び出しました。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。3回終わって9対1、タイガース大量リードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。打順は2番亀山、先ほどの打席で打点を挙げています。まあ点が入ったのは良かったですけど、バッティングはちょっと不甲斐なかったですよね。ここはいいところを見せたいですよね。期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを真ん中打ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます、ファウル。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました、打ち上げた。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは4番石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイス、引っ張った、これはどうか、レフト前ヒットになります。これが今シーズン100本目のヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。まずはボールから入りました。大きく外れました。ボール先行です。この球は外れました。ストライク入りません。引っ張った、これはどうだ、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。バッターは6番アリアス、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで打ちました。渡辺、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。今日の打線ですと赤星さん、この後も追加点が期待できそうですね。そうですね、この流れだとまだまだ点が入りそうな気がしますね。はい、あと何点入っていくんでしょうか。ボールカウントはワンストライクです。これはバットが泳ぎます。あっという間にツーストライクです。打ち上げた、この打球はフライになっています。3球目打っていきましたがワンアウトとなっています。打席には8番バッター和田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。秋吉、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。インコースを厳しく攻めます。ボールになります。このカウントは甘い球以外も含めた広めのゾーンを狙う感じでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。これはショート、渡辺抑えてツーアウトです。ピッチャーに打順が回って先発のプロクターバッターボックスに入ります。先ほどはナイスバッティングでしたね。ここも積極的に行きたいですね。そうですね、ファウルになります。打ちました、内野を抜けていきます。これで3打数3安打の猛打賞、ツーアウトランナー1塁。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の石川。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。インコース詰まりました、取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の裏先制のチャンス、迎えるは5番オマリー、センターへ運ぶタイムリー、タイガース先手を取ります。さらに続きます。ノーアウトで二塁にランナーを置いて6番アリアス、その初球をしっかり弾き返します。
タイガース1点を追加します。続く攻撃、ワンアウト一塁二塁のチャンス、バッターボックスにはピッチャープロクター。初球を叩いてタイムリー、タイガース1点を追加します。さらに続きます、ワンアウト二塁三塁のチャンス、1番真由美、その初球をしっかり弾き返します。タイガース1点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃、バッターボックスには2番亀山、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。落ちる球できました、打った、取りました。今日も3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターは3番八木、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。大きく外れてボールになります。ボール先行です。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、ナイス成功。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。ああやはりそうですか。打ちました、センターに強い打球、センター下がっていく、下がっていく、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、10対1、タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックス石峰、相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。打ちました、痛烈な打球、レフトを追う、センターを頭上、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース12対1、頼れる4番の一振りでした。バッターボックスには5番オマリー、タイガースホームランで得点を挙げています。この打球はこれは一塁側のスタンドに入ります。打ちました、これは入るでしょうね。打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球は伸び、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン、三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました、13対1。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。打席には6番バッターアリアス、タイガースホームランで得点を挙げています。三遊間、ここは追いつく、アウト、スーパープレーが飛び出しました。バッターボックスには7番木戸、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし、打ちました、伸びていく、外野大きな打球になった、左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました、ヒットが出ました、ワンアウトランナー二塁となりました。これが1球目、打った、レフトに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、14対1、タイガースなおもチャンスです。さあ打席には先発のプロクター入ります。調子は悪くはないですから、次の回もということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。痛烈、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球する、これで3連打、ランナー三塁一塁となりました。打順は1番に帰ります、バッター真由美、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。
ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。今日は先発全員にヒットが出ています。いやー赤星さん、2球目打ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。15対1タイガース。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに、バッターボックスには代打のバース。まあ今のうちにリードを広げておきたいですからね。まずはボールから入りました。次が2球目。この球は見送ります。低め空振り。アウトコースファウル。ここはランナー返せません。なおも2アウト2塁。まずはボールから入りました。切れていきます。ファウル。落ちるボールです。引っ張った。高いバウンド取った。一塁送球します。これで2試合連続の猛打賞。ツーアウト満塁です。バッターは4番石峰。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットで満塁としています。引っ張った。取った。一塁へ送ります。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。タイムリー内野安打。タイガースなおも満塁のチャンスです。5番バッターオマリー。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。打ちました。打球はライトへ。ここは打ち上げています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。7回の裏タイガースの攻撃です。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群に合っています。打ち上げました。浅いフライ。ここは打ち上げています。積極的に行きましたがワンアウトとなっています。7番バッター木戸。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切って行ってほしいですよね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。わずかに入りません。打ちました。これは大きい。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。打順は8番和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。タイガースなおもチャンスです。バッターボックスには代打の糸井。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。引っ張った。取った。一塁へ。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナー三塁です。しかしこの回タイガース8回の裏タイガースの攻撃です。
今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。打順は3番八木。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから。ミスを打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー2塁です。初球から際どいコースをついてきます。痛烈、切れました。ファールボール、打ちました。三塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。取ってワンアウトです。バッターボックスは5番オマリー。今日は2本のホームランを放っています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。初球打ち、ライトへ打球伸びる、ここはフライになっています。ライトタッチアップ、打順は6番アリアス。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナー3塁です。まずは見送ります。1ボール、2球目は何で来るか。打った、これは行きますね。頭上ぐんぐん打球伸びて入った、ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。追加点が入りました。タイガース、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックスは7番木戸。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。この球は外れています。打った、渡辺抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあ、そうですね。これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。
雨が降り始めています。甲子園球場です。セパ交流戦、阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズの3回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか。まあ、1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますファイターズはご覧のような守備陣です。ファイターズマウンドに上がるのは先発の有原。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは亀山。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている糸原。まずはワンアウトを取っています。マウンド上有原、そしてキャッチャーは清水。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。変化球タイミング合いません。打ちました。これはどうだ。ボールを拾ってアウト、ツーアウト。バッターは注目のルーキー八木。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーは有原。ここまで7勝をマークしています。打ちました。ショート取った。一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。2回の裏になります。さあタイガース、この回は4番から始まります。石峰打席に入ります。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね。やはりまずは打ちました。セカンド取った。アウト、ワンアウトです。バッターはオマリー。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球。初球は変化球から入りました。痛烈な打球、これはいったでしょうね。スタンド一直線、ライト入った、ホームラン。先制ホームランです、タイガース。これで4試合連続のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。鮮やかなホームランを見せてくれました。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いやー、本当にうまく反応しましたよね。先制点はホームランから生まれました。バッターは注目のルーキーアリアス。タイガースホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。最初は変化球できました。打った、大きな打球になった。これはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで10試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。初球は大きな変化球、ボールになります。失投気味でしたが空振りを取ります。ワンボールツーストライクです。ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。なるほど、そうですか。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出していかないといけません。引っ張った、サードゴロ。サード取った。一塁送球アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。
繋げたい場面でしたからね。ええ、まあでも次のバッターチャンスに強いですから、どう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。はい、その期待のかかる梅野がバッター初球打ち、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。できればこの回で大きく勝ち越しておきたいですよね。早くも流れを確実なものにしようとしています。さあ、バッターボックスには先発の中村入っています。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。3対0、タイガースなおもチャンスです。ご覧いただきましょう。ピッチャーにタイムリーが出て点差を広げます。まあそうですね、取れる時に取りたいですよね。前半戦から優位に進めていこうとしています。この調子でどんどん行きたいですね。まあ彼は勝負強いバッターですから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。その期待に応えてほしい。亀山打席に入っています。真ん中打ちました。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで先手を取りました。2回終わって3対0タイガース先制です。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。初球打ち、さあどうだ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には八木入ります。さあ、追加点のチャンスです。リードしてますが、取れる時に取っておきたいですよね。まだ安打ちました。下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球入った。ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース5対0。頼りになる男がやってくれました。その差を5点と突き放しました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。早くも試合の主導権をつかんだと言っていいでしょう。打席には5番バッター石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。ボールになります。これが2球目。低めのボール入りました。149キロ、ファウルになります。ワンボールツーストライクです。三振です。ワンアウトです。バッターボックスオマリー、まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。真ん中へ、インコースを厳しく攻めます。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番アリアス。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に打ちました。あっと強い当たり弾いた。ボールを拾って、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックス新庄。リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。
ファウルになります。よどい球、わずかに外れています。これが5球目、打ちました。これはどうか、センターに抜けました。三塁を回っていく、ホームに送球する、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、6対0になりました。タイガースなおも三塁一塁のチャンスです。バッターボックスは8番梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強い初球打ち、この当たりはどうか、レフト線破りました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、7対0、タイガースなおも三塁二塁のチャンスです。さあ打席には先発の中村入ります。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。このストレートは入りません。150キロ、あっと真ん中決まった、ワンボールツーストライクです。チャンスの場面振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター亀山、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。初球打ち、この打球はフライになっています。有原が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。これから4回の裏タイガースの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。玉井がマウンド上に上がっています。バッターは2番糸原、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。そうですね、ここで追加点が取れると相手は苦しいでしょうからね。確かにその通りですね。ファウルです。これが4球目、インドを見送っています。打ちました、抜けていきます。ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。まずはストライクを取りました。インサイド際どいところ、ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ここはもうストライクは全部打っていかないといけませんね。アウトコース打ちました、ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。打順は4番石峰、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。インサイド落ちました、ファールグラウンドへのフライです。取ってツーアウトです。バッターは5番オマリー、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした、体の近く引っ張ったあたりはスタンドへの特大アーチとなっています。追加点が入りました、タイガース9対0、クリーンナップから飛び出した一発になりました。6番バッターアリアス、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか、タイガースホームランで得点を挙げ、これは三塁側のスタンドに入ります。ボールになります。さあ3球目は何か、変化球が低めに外れます。さあ4球目は何か、ジャストミート、レフト下がっていく、下がる、レフトポール際、惜しくも切れてファウルボール。三遊間、近藤掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。4回終了。
さあバッターは新庄。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。初球ボール。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファウルです。ワンボールワンストライクです。打ち上げた。ファウルグラウンドへのフライです。3球目打っていきましたがワンアウトとなっています。8番バッター梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。さて今日のファイターズの先発は打ち込まれて交代した有原。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。外を狙っていきました。ワンボールツーストライク。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは中村。ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球できました。ファウルです。高め外れてボール。次が4球目。体に近いところ。さあ5球目は何か。打ちました。これはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。初球打ち。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。取りました。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。10対0。タイガース大量リードとなっています。打席には2番バッター糸原。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。打ちました。いい当たりだ。この当たりはどうか。右中間破っていきました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。11対0。タイガースちょっと一方的になっています。さあバッターは八木。ここで打点を挙げれば今シーズン100打点目になります。さあ2球目は何か。外の低め見極めます。次が3球目。落としてきた。しかしバットは止まっています。4球目は何で来るか。ストライク。さあ2ストライク追い込みました。ドカーン。これは行くでしょうね。高く上がった。レフトが突き刺さった。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。追加点が入りました。タイガース13対0。らしいホームランを見せてくれました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。打ちました。浅いフライ。ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたが最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の裏ワンアウトランナーなしから5番オマリー、2球目を捉えました。タイガース一振りで先制。続く攻撃ツーアウト二塁の場面、8番バッター梅野、初球を叩いてタイムリー。タイガース1点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。秋吉が3番手としてマウンドに上がります。打席には5番バッターオマリー。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。
よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。一、二塁間、渡辺取って、ワンアウト。バッターボックスは6番アリアス。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました。これは浅いフライ、変化球に泳がされてツーアウトとなっています。バッターは7番新庄。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール、打った、渡辺抑えて3アウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。6回終わって13対0。7回の裏タイガースの攻撃です。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね、はい、なるほど。点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の大山。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。初球大きく外れています。打ちました、浅いフライ、ヒットになった。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。ここでタイガースダイソーを送ります。江越がファーストランナーに入ります。バッターは今日の先発ピッチャー中村。先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、期待。打ちました、渡辺、セカンド送球、セカンドホースアウト、一塁転送、アウト、ダブルプレー。打順はトップに帰って亀山。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。外野フライも狙っていくとなかなか打てなかったりするんですよね、よく決めてくれましたよね、そうですよね。タイガースダブルプレーで打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。これで4試合連続安打、ツーアウトランナー1塁。2番バッター糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、三塁送球、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。14対1、タイガースなおもチャンスです。打席には3番バッター八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててる。打った、スタンド一直線、文句だ、入った、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース、見事な一発が飛び出しました。バッターボックスは4番石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、レフト見送った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、主砲の一発で1点を追加します。大きく点差が広がっています。打順は5番オマリー。タイガースホームランで得点を挙げています。さあ初球は何か、ちょっとすっぽ抜けた感じです。